皆さんこんにちは、勝智美です。いつもYouTube チャンネルをご覧いただいてありがとうございます。今回はレミーズビューティーのリリース時期についてお話しさせていただきたいと思います。当初各 SNS で10月の中旬に本リリースをさせていただくって言ってたんですけれども、システムの関係でなかなか本ローンチができる状態まで作り上げることが今難しい、難航している状態で、いつにこう本リリースできますっていうのが明確に皆様にお伝えできる状況にありません。楽しみにしてお待ちいただいてくださっている方に本当に心苦しいですし、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、昼夜問わず24時間体制でエンジニアさんたちとバグが出ないかっていうチェックをしながら今一生懸命作っているところです。本来はポップアップを開催する少し前だったりとか、ポップアップが終わってすぐにでも皆さんに購入していただける体制を整えたかったんですけど、まあ、いざリリースしようってなって、何度もテストももちろんしてきてたんですけど、やっぱりここはこう修正をしてからじゃないと多分ローンチした後に皆さんにご迷惑をかけてしまうよなっていうところの判断で、その一つの事柄を再構築するっていうのが思ってた以上にやっぱ難しくて、こうシステム開発っていうところで時間を要しているっていうのが今の現状になります。私としても9月から化粧品をやり始めさせていただくっていうことをお伝えさせていただいて、こうすごい皆様から喜びの声と楽しみにしているっていう声をいただいて、一日でも早くねその期待に応えたいなっていう気持ちでいっぱいだったので、正直、まあ、結構辛いなっていうところはあるんですけど、それでも待ってくださってるこう皆さんの期待に応えられるようにいい形で本リリースをしたいと思ってるので、本当に皆さんもうしばらくお待ちいただけるとありがたいです。多分今回本ローンチを迎える時にこう私の中で思い描いてた完成形が 120% めちゃくちゃ素敵なっていう形でローンチするのは少し難しいのかもしれないなっていうのも思ってるんですけど、だけどその完璧を求めすぎると余計遅くなってしまうっていうところがあるので、皆さんがお買い物しやすいっていう状態をとにかくこう整えることができ次第本ローンチをさせていただきたいなと思っているので、引き続き本当に申し訳ないんですけどお待ちいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。